はい、お願はい、いすいしまません。先す。ほどちょっと途切れてしまったんですけど、ちょうどその時に時間がね、ちょうどぐらいだったんで、さっきの一部としまして、これ二部、はい、まあ、後半ですね、二部でもいいんですけど、で、先ほどの話ですね、エフフォーリアの話してましたっけね。エフフォーリアは、まあ、もちろんわかりませんけど、はい、多分、早ければ3ヶ月後ぐらいに、うん、もしかしたら復帰、レースにですよ。してくるのかなと思いますね、うんうん、だから、まあ、大丈夫、まあ、本当に良かったなということ、うん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 、そして大丈夫であることを願うということですよね、うんまあ、競馬っていうのはこういうことがあって、競争中心の場合は馬券的にはですね、もうレースがスタートされてしまったら、競争中止になっても、その、レース前であれば、払い戻しをされるんですけど、レース後は払い戻しされないというのも、また、初心者の時には覚えておいてもらったらいいんじゃないかなと思いますよね。はい、で、まあ、こういうふうに、その、競馬っていうのは何があるかわからない。で、だから、難しいということですね。じゃあ、まあ、その、心房細動になっちゃったということは別として、その、あれ途中からでしたから、それまでのエフフォーリアを見てると、多分、あれ心房、多分ですよ。わかんないですけど、心房細動になってなければ、多分、ドデュースとの関係があるんで、一着はちょっとわからないですよね。けど、まあ、馬券内から外れることはなかったんじゃないかなって考えると、まあ、今回は、ある意味ちょっともったいなかったなと思いますね。多分少なくともエフフォーリアとドデュースの1点に関しては的中してた可能性が高いんじゃないかなと思いますけど、まあでも競馬にたらればはないんで、なるほどということですよね。じゃあちょっと、解説していきましょうかね。そうですね。ドデュースも天皇。じゃあ結果なぜっていうことですね。はい、まあドデュースに関しては、まあ肩でも、分かった通り、まあ十分な一着候補の実績、重賞実績があった。はい、その前に今回僕が、はい、ヒントを2000以上の重賞レースの3着内の実績場を狙えって、探せっていうヒントでしたよね。はいはい、あれって今日も僕今日、来週の、なんだったっけ、レースは、のヒントを言いましたけど、はい、あれはどうやってヒント出してるかというと、はい、もう予想してから出してるんじゃなくって、はい、大体、その今の予想オッズですね、はい、の段階の1番人気から4番人気の馬を見て、はい、そしてなおかつ、ここ5年間ぐらいの馬券内の馬を見て、はい、その、まあ、例えば、この京都記念が2200の実績馬を探せっていうふうにするとどうなのかっていうね。そうすると、2200の実績馬を探せってなると、前日の1番人気から4番人気のプラダリアしか該当しない。で、こんなことはあるわけがないと。なぜならば、前日の10時、まあ、予想オッズも近いですから、その予想のプロ、もしくはその前日のプロ中のプロの人たちが1番人気、2番人気、3番人気、4番人気に選んだ馬たちが、まあ、何か特別な理由がない限り、そのプラダリアしか残らないっていうのは、まあ、あるはずがないということから考えて、まあ、少なくともドデュースか、そのエフフォーリア、もしくはキラビリティがどれか来る何か共通の要素は、ね、プラダリアも含めて、プラダリアがマイナスにあんまりならないようにね。っていうのが2000以上の実績馬を探せっていうことだったんですね。だからまあヒントは、1着のドデュースは2200を走ったことがなかったです。実績がないんじゃなくて走ったことがなかったです。で、2着の摩天楼レオも走ったことがなかったです。で、3着のプラダリアが、やっぱりさすがですね、もともと、この、僕たちは距離って言ってますんで、この距離というのの重要性を僕改めて感じましたよね。やっぱり、プラダリアっていうのが、上位4頭の中の、唯一、非根幹の2200の、重賞
実績、はい、まあもともと僕たちが実績って言ってる5着以内、はい、ましてや3着というね実績があったということは、はい、まあプラダイヤが馬圏内に入ったっていう意味では、はい、非常に、はい、僕たちの距離というものを重視していくっていうのは、まあ、あんまり的は外れてないんじゃないかなと思いますよね。ただ具体的にはその肩を使うとプラダリアはその肩には入らないんですね、うん、やっぱりドーデュースとエフフォーリアが群を抜いてます。でもちろん肩をその前頭の中から選びなさいってなったらなんていうかな、まあ、それでもまあ G1 実績のあるユニコーンライオンを、僕たちの肩であれば選びますね、はいはい、プラダリアはG1 の、ダービー5着が最高ですから、通常でも5着以内だったら実績なんですけど、やっぱり5着と2着って考えた時にやっぱりユニコーンを僕がもし今回のレースで2200の実績馬を探せっていう風にしてたとしたら、軸は1番人気から4番人気では多分プラダリアだったでしょうし、相手がまあ何かになってたでしょうし、そしてもう5番人気から9番人気はユニコーンライオンだったでしょうし、うん、だからドーデュースになってたのか何か、まあ、エフフォーリアだったかな、エフフォーリアになってたでしょうね、もし2200の。なぜかというと5着以内にはないんですけど、宝塚記念の6着というのがあって、5着と同タイムだったんですね。だけど、本当これは、肩を使うときは、そのこと考えちゃダメなんですよ。わかりますよね。だからまあ、たらればは必要ないって言っても、人間の心情的にはね、少しはたらればもないと気が済まないでしょうから。まあ、肩は3人ともあって素晴らしかったなって、結果としては僕のヒント通り1着2着が2200を走ったこともない結果だったということね。そしてその逆に3着には唯一上位の2200の実績馬がプラダリアがやっぱりちゃんと馬圏内には入ったっていうね、非常にいい結果だったんじゃないかなと思いますね。エフフォーリアのことはとても残念でしたけど、で例えば投資という視点から今回のレースっていうものを、その実際エフフォーリアが中止してるんで、肩の検証ができないですから、それはもうちょっと置いといて、投資という角度から今後7月以降中級者になって、馬券の犬種もその犬種も変えてもいいという状況になった時に、変えなきゃいけないんじゃないですよ、馬券がワイド馬券、まあ副賞が一番簡単なわけですから、だから今回だったら副賞はエフフォーリアが外れたわけですね、でも、6レース僕たちは今年になってやってて、今回外れたとしても6レースの中の4レース的中ですから、まあ、例えばこの前の計算でいくと、シミュレーションすると、この前まで44万円プラス出てたけど、今回のレースで負けちゃったからそれが34万円になったというシミュレーションになりますよね。わかりますね、じゃあ投資という視点からも見ていくと、予想オッズの段階でこう1番人気から4番人気ね、先ほど繰り返しですけど大事ですから、2200の重賞実績馬が少ない、ということはプラダリアのみ、非常に強い根幹実績馬が G1 馬が2頭出ているこのレースはね、ドーデュースとエフフォーリアのことです、ということは、2000以上の実績レースの3着内馬の実績のある馬を探せというものにしないと、多分、投資としては成功しなかっただろうということですね、で実際結果もそうなりました。まあ、今回ですね、例えばエフフォーリア肩を決めたら、福山さんもそうでしたよね、軸がエフフォーリア、相手がドーデュース、そしてもう一頭がユニコーンライオンってなりましたよね、この時に、じゃあエフフォーリアの副賞に10万円投資するかを決めなきゃいけないわけです、自分でね、わかりますよね、その時の物差し、エフフォーリアは
2200の実績がないのに軸ということは、このレースでは来ない可能性も高いということですよね。ですから僕であれば、今回のこのエフフォーリアにの副賞に10万円投資するということは僕ならしないですね。これがエフフォーリアが2200の実績があるんだったら僕は10万円投資したと思います。言ってる意味は分かりますよね。自分で決めるんですからね。10万円も投資するのに1万円でもそうなんですよ。先生が許可したから1万円 OK、10万円 OK、 そんな人生あなたたちにはもうないですよ。あなたたちが子供の時とか結婚してからそういう人生を送ってたかもしれないけど、先生にお任せすればいいんですよね。先生が今回のレースは10万円行けって言われたから行ったらいいんですよねって、そんな人生あるわけないですよ。ね、だから今回いい練習です。はい、肩を使いました。エフフォーリア、ドーデュース、ユニコーンライオンになりました。ね、確率高めるために副賞で、ね、10万円投資しようっていうふうに自分で思いました。じゃあさて、このエフフォーリアって本当にこの京都記念ってどんなレースなんだっけ、阪神の2200の G2 だよな。エフフォーリア、ね、G1、G2、G3 すべて含めて2200の平場も含めて2200の5着以内の実績がないよなって。10万円投資します？しませんよね。ここ大事ですからね。はいはい、肩ができた、それはもう本当に絶対に必要なんですけど、その次に行くためにもそれが必要なんですよ。これ肩使えてなかったら、ね、どうしても自分が来そうな馬だったんだから、いやもう突っ込むに決まってるじゃないですか。自分が来そうな馬を選んでるんだから、肩使ったら来ないんじゃないかなって思ってる馬になってる可能性が高いですから、冷静に考えることができますよね。でもうだいたい5000円ぐらい副賞買うっていうところぐらいからドキドキしてきますんでね。もうこれが1万円、5万円、10万円ってなったらもうドッキンドッキンして、せっかく肩で決めたのに、肩以外の軸じゃないものを副賞を突っ込んだりとか、いやもうこれ、距離の実績ないのにって、いや先生でも肩で軸ですから、いやそれとこれとは話が別やって、普通に考えて違うでしょうっていうね。じゃあ先生は、ですよね、ここで、じゃあ先生は今回のレースはスルーしたのか。もちろん副賞は買いませんでした。理由は今あなたに教えたのと全く同じ理由、外れたらやばいじゃないですか。で、どうしようかなと思って三連複にしました。三連複馬券、ワイドはちょっと配当がちょっとなんとか配当が低いというのもあったんですけど、やっぱり難しいですこのレースね。難しいんで、せっかく時間とお金を使うんであれば外れるにしても、期待値って分かりますかね、自分のかけた時間、労力、お金の見合う、その犬種を選びたいっていうのが僕の考えなんで、多分あなたたちもそうなると思います、ね、何時間もかけたんやから、って結局終わってしまえば当たったけどなんかってね、いうのは嫌だと思いますから、僕はちょっと3連単難しいなと思って、ワイドはちょっと配当低いなと思って3連複っていうのを選びました。じゃあ僕はどういうふうにしよう、あなたたちに教えてることと基本的にはもうほとんど同じ考え方です、僕は、3連複の原種は9点で買いました。じゃあどう考えたかというと、まあ、簡単に言ったら肩を使ったんです、肩で10番、馬番で、これってエフフォーリアです、エフフォーリアとドーデュースと、ユニコーンライオン、ここから考えました、これをだからワイド馬券を変える時と同じようにステップ2、ステップ3として、それを3つの組み合わせを3連複で買ったというだけで、
肩を使う練習をしてれば、その他の馬券の犬種も買えますよって言ったのは、僕がそうしてるからなんですね。じゃあ、肩をベースに考えたということは、まあ、簡単に言ったら、これ13頭立てでしたけど、これ18頭でも変わらないんですけど、9番人気しか検討しませんでした。まあ、9番人気までしか選ばなかったということです。で、まず最初にこの肩を使って、2頭は消して、キラビリティと、なんだっけ、インプレスは消して7頭に絞りました。で、7頭に絞ったら、まあ、単純にこれ全通り買うと3連複というのを35通りになるんですね。これは買えません。で、まあ、例えば、エフフォーリアと、これ競馬の知識ですから、これまだ使わないですよ。ね、先生の言ったことを使って外れちゃいましたって言ったらダメですからね。エフフォーリアとドウデュース2強って言われてました、今回。大体競馬のセオリーとして、ルールとして、ルールというか流れとしてと、ね、2強のどちらかが飛ぶというのがあります。だからどちら、エフフォーリア、この3連複を考えるときに、ドウデュースが入ったパターンと、エフフォーリアが入ったパターンで、ドウデュースがないパターンとエフフォーリアがないパターン。だから、両方一緒に入ってる馬券も買いましたけど、どっちかが抜けてる馬券っていうのを必ず入れるというね、それ方からちょっと考えたわけです。そしてこの6番のユニコーンライオン、ユニコーンライオン逃げ馬です。この前もありました。逃げ馬が2頭あるとどっちも飛ぶっていう、今回もそうなりましたね。今回はレースの前の段階では、逃げ馬っていうのはアフリカンゴールというゴールドとユニコーンライオンだったんです。キングオブドラゴンが逃げをもう3レース目前ぐらいからもうちょっとやめてるということはなかなか気づかなかったでしょうけど、逃げ馬は2頭だったんですね。ですから、このユニコーンライオンが入らないパターンというものを馬券に組み込んでいかないといけないですよね。この3頭ともの馬券というのも買いました。6番、10番、12番ね、6番、10番、12番。だけど、もう細かく話す時間はないんですけど、10番と8、10番と12番ですね。10番が入ってるパターンと12番が入ってるパターン、10番、12番が両方入ってるパターン、そしてプラダリアの8番がやたら多いですよね。プラダリアはここには、肩にはないけど、唯一の上位の非根幹実績馬だから、かなりの確率で入ると僕は予想してるわけですよね。だから10番か12番のどっちかが飛ぶ。ね。ユニコーンライオンとキング、あーとアフリカンゴールドのどっちも飛ぶ。それを考えると、もともと全部組み合わせたら35通りあるんだけど、それをそういうことを考えて整理していくと9通りに絞り込めたんで、この9通りを1000円ずつ買って、そうすると、結果的には馬番でいうと、12番と1番と8番ですよね。3連複って順番はいいわけですから、12番と8番と1番ね。で、これ1000円ずつかけてたんで。で、配当が34.7倍でしたから、配当だけ言うと1000円が34,700。これってね、何を言ってるかというと、先生は、その肩を使って、そのワイド馬券の肩です。あなたたちに教えてる肩を使って、エフフォーリア、これレース前にですよ、エフフォーリアの副賞で10万円かけるには、その距離実績がないという判断をして、ね、犬種をワイドでもなく3連複まで期待値を考えて自分で決めて、そして肩をベースに、スタートに、
今ノートがありますからね、うん、肩をスタートに、うん、さっき今まで教えたことですよ、うん、2強のどっちかは飛びますよ、うん、逃げ馬が2頭いたら2頭とも飛ぶ可能性ありますので、うん、つい最近もやったことですね。それを使う、だから先生は新しいことを、うん、私たちの知らないことをやって、うん、あの馬券を的中させてるんじゃないんだと、ということは私たちも、うん、ね、うん、先生が言ったことをやっとけば、うん、ね、これって順番まで考えれば3連単なんですよ、これで。わかりますよね、うんうん。そこは難しいと思いました。はいはい、うん、なぜかというと、この上位4頭の中に2200のレースなのに、2200の実績馬があんまりいないっていうことも、レース自体が難しいということですよね。うんうん、はい、そうですね。ということは難しいレースで、はい、一番難しい犬種の3連単をメインに買うっていうのは、それどうかしてるんですよ、僕からすれば。そうすると3連複ってなってくるんですよね。まあ、他のワイドとか、その馬連とかにしていくと、その自分がかけた労力が、元が取れないんです。仕事ですから。わかりますよね。うん。わかりますよね。うん。そういうふうにして、うん。まあ、YouTube 聞いてる方がね、またこの先生うまいこと言うて、この生徒さん騙されとるわって、思う可能性もあるんで、よいしょ、うん、これね、うん、はい、12番8番1番1000円ですね、はいはい、当たってますよね、はいはいはい、うん、これ9点買った12345678999、うん、点ね、9点ね、うん、はい、うん、2枚に分かれて買ったんです、うん、7000円と2000円で9000円ですね、うん、9000円ね、うん、ちゃんと証拠ありますよね。34000円、うん、そうです、そうです、で、そうです、引いたらそういうことですね、はい、9000引くんですね、そう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 、だから言ってること分かる、はい、うわ先生すごいなじゃないんですよ、はい、あの私が今やってることって、はい、確実に利益を得るために、はい、リスクはあるけど投資金額を大きくして、はい、この前説明したみたいに、はい、5レースで44万円的中させる、ね、うまく副賞を選んどけばね、うん、こともできるし、それが今度外れて34万になりましたけど、今回10万円突っ込むことをやめて、福山さんも3連複を買っていて、僕のように的中していれば、44万がまだ増えたんですよ。わかりますよね。投資というのは常にお金を減らさないようにしていかないといけないから、うんうんうん、常にその投資する金額、うん、そして犬種、選ぶレースっていうものを自分で決めていかないといけない。それを初心者がすることは難しいから先生が手助けをしてるということですから、まあ7月以降、今年の7月以降、ね、調子が良くなってきたら、ね、じゃあちょっと三連複も少しとか、うん、まあその前にまず生まれんも少しとかやってみたらどうですかっていうことですよね。うん、副賞よりもワイドよりも三連複の方が、これ似た馬券ですけど、副賞ワイド三連複ね、順不動でいいということですね。その馬券内のそれをそのランクを上げていくことによって配当が高くなりますから、わかりますよね。うん、配当が高くなりますから、副賞の今回だったらリスクを避けながら、投資金額を少なくすることによって、マイナス10万を、まあ、2万5000ぐらいプラスだったかな、はいはい、2万5000ぐらいプラスするということは、まあ、簡単に言ったら、足し算引き算したら、12万5000円配当があったことと一緒になるんですよ。10万円損せずに、2万5000円プラスになったということは、この10万円がなくなってないんやから、10万円と2万、12万4000円、ね、こういうふうに、わかりますよね。だから予想の段階で、ね、その自分が予想した結果、当たりそうだじゃないんですよ。もう予想の段階で、犬種もこういうふうに決めていくのが投資なんですよということです。そして当たらない高配当の犬種を狙うぐらいだったら、
あのワイドの2点外で練習しといて、副賞でやった方がいいですよということです。お金が全部なくなりますよということです。わかりますよね。じゃあこれで終わりましょう。このヒントも言いましたね。はい、以上です。はい、ありがとうございました。はい。